L-5 センチネルスティンソン L-5 センチネルはアメリカ合衆国のスティンソンエアクラフト社製の連絡、観測機。同社の軽飛行機ボイジャーの軍用型である。ベースとなった軽飛行機ボイジャーは1939年にモデル105として販売されたものの改良型で、1942年に製造中止となるまでに750機が製造されていた。 1941年にアメリカ陸軍航空軍が軍用型を用マイナス54の名称で6機調達して評価を行い、その結果をマイナス62の名称で正式採用したが翌年に引き渡しが始まった時点で L マイナス5センチネルと解消された。また一部がアメリカ海軍海兵隊に移管され、異、e、の名称が与えられている。 1945年までに4000機以上が生産され、第二次世界大戦や朝鮮戦争で広範囲に使用された。L-5 は、軽飛行機を転用した機体の中では、比較的エンジンが強力で、短距離離着陸性能に優れており、単価を搭載できるモデルもあったため前線からの負傷兵構想にも使用された。1962年になると、 命名規則改正により残っていた機体は U-19A と解消されたが、空軍大学校でグライダー栄光用に使われていた1機だけは U-19B と呼ばれた。ところ座は航空発祥記念館にて展示されている L-5。ありがとうございます。